どっすい。マスクザフリーマン TV。 はい、こんにちは、マロです。偉い人が言いました。薄ければ正義、薄ければ気持ちがいい。というわけでですね、今回薄いね、充電器を紹介したいと思います。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちらアンカーパワーポートアトム3スリムでございます。こいつはですね、最近流行りの窒化ガリウムを利用した、まあ、充電器で、まあ、窒化ガリウムを利用してる充電器っていうのはね、非常にコンパクトなんですよ。今までって結構ごつくて分厚かったじゃないですか。それが非常にコンパクトなサイズになってるんですよね。そして何より薄い、まあ、薄いんだけどすごくパワフルな充電器なんですよ。まあね、最近 iPad Pro 12.9 インチなんかも使ってますし、パワフルで、まあ、コンパクトなね、ちょっと充電器が欲しくなったんですよ。まあデスク周りにね、置いて使う機会もありますし、まあできるだけね、スッキリさせたいので、まあコンパクトでね、ハイパワーな、まあ、充電器が欲しくて、iPad Pro 12.9 インチ用にね、ちょっと購入してみました。まあ、最近ね、アンカーのイヤホンとかね、試してみて、改めてね、ちょっとドギモを抜かれてるんですけども、やっぱりアンカーって言ったらこの充電器がね、メインだと思います。まあ今まで大きかった充電器がこの窒化ガリウムを使って、まあどれぐらいコンパクトになってるのか、そしてどれぐらいパワフルなのか、ちょっと見ていきたいと思います。はい、それではですね、ちょっと開封していきましょう。よいしょ。今回ね、モバイルバッテリーじゃなくて、これは卓上のね、充電器なんですけど、アンカー製品のね、卓上の充電器買うの久しぶりっすね。よいしょ。はい、このように本体がね、入ってるんですけども、ちょっと取り出してみますよ。あれ見てください。これ、めっちゃ薄い。何これ、めっちゃ薄いよ。ほら、もうパッケージの時点でね、もうかなり薄いもん。何これ、本当にね、超薄型のモバイルバッテリーみたい。何これ、面白。じゃあ取り出していきます。はい、こちらが本体なんですけども、うわー、すごいね。これ、こちらがですね、本体でございます。めちゃくちゃ薄いですね。そして軽い。はい、こんな感じでデスクに置いてもね、こんだけ薄いの、なんかハブみたいな感じだね。うん、なんか充電器ってよりちょっとしたハブみたいな、うん、イメージですね。充電器もこんなに薄くなってるんですね。本当にね、アトム3スリムなんですけど、名前の通りめちゃくちゃスリムですね。で、質感もね、こうやってザラザラしてて結構かっこいいんですよね。で、まあ卓上ということで、裏面にはね、4つのゴム足がついてます。はい、そして安心のアンカーなので、まあ PSE マークもね、ちゃんとついてます。はい、こんな感じですね。おー、こんなに薄いのにパワフルなのか。そしてポート類を見てみますと、3つのね、 USB-A ポート、そして、USB-C ポート、合計4台同時にですね、充電することができます。そして USB-C ポートはね、パワーデリバリー対応ということで、最大 45W の出力で、まあ、充電をね、することができます。 45W、 かなりパワフルですね。ですから MacBook Air だとか iPad Pro だとかはもう最速でね、充電できちゃうわけですね。ちょっと MacBook Pro 13インチとか15インチ、16インチはまあ最速とまではいかないですけども、まあある程度ね、給電としても活躍してくれると思います。そして各 USB-A ポートがありますね。こちらはまあ 5A に 5V 2.4A ということで、最大 12W で、まあ、充電できるポートになってますね。そして4つ合わせて最大の出力が 65W となってます。この形状から考えるとかなりパワフルですね。うん、ちょっとびっくり。ちなみにですね、こうやって複数のポートの充電器っていったら、今までこんな感じですよ。ほら、もう大きさ全然違いますね。厚さが全然違いますよ。はい、同じアンカー製品なんですけどね、かなり見た目もスリムになってかっこいいですね。こっちはね、ただのマットな質感で、こうやってね、傷めっちゃ目立つじゃないですか。こっちのアトム3の方はですね、はい、このようにちょっとね、模様みたいなのが入っていて、まあデスクに置いてても引き締まるんじゃないかなと思います。そして付属品見ていきましょうか。よいしょ。はい、こちらが充電器をつなぐケーブルですね。ケーブルかなり長いっすね。これを背面にバチッとつけて、はい、これで、セット完了ですね。そしてアンカーといえばこれですよ。ハッピー Not happy? うん、僕は Not happy かな。うん、ついてないっす。これはね、また後日お話しします。そして簡単な説明書が入ってます。でね、なんかね、開封したらすっごい臭いの。
なんかなんかすごい精密機械臭いのね、すごい匂いがすんのよ。これバッテリーの匂いなんかな。なんかすっごいね、精密機械臭がねプンプンするのよ。これ消毒の匂いなんかな。あのなんか注射の時にさ塗るアルコールのあれに近いようなね、なんか匂いがプンプンするんだけど、これ大丈夫なんかな。はい、ちなみにですね、今僕のデスク周りはこんな感じなんですよ。ちょっとね、あの充電器代わりにね、このタワー型のね、タップを机の端にね立ててみたんですけど、意外と邪魔なんですよね。うん、見栄えも良くないし。で、 iPad Pro とかだとまた別にね、こう充電器刺さないといけないので、よりね見た目がね悪くなっちゃうので、この机の端っこにですね、このスリムをですねポンと、まあ、置いたら見栄え良くなるんじゃないかなと思ってちょっと購入したわけですよ。こいつ単体だと iPad Pro もね、充電できませんし、というわけでですね、こいつをちょっとセットしていきたいと思います。はい、実際セットするとこんな感じですね。かなりスリムになりました。はい、こちらカラッケツのね iPhone11 なんですけども、今充電ございません。こいつをですねフル充電するまでの時間をねちょっと計測してみたいと思います。まあ 45W の出力なんでね、もちろん iPhone は最速でね充電できるわけなんですけどね。それではですね、こちら iPhone11 ちょっと充電していきたいと思います。よいしょ。はい、このように今充電が始まりました。このままですね30分充電してみて、一度ね充電状態をチェックしてみます。はい、というわけでですね、30分が経過しました。 iPhone11 の充電はどうなってますでしょうか。はい、現在ですね充電が 56%、 30分でですね半分以上充電できてますね。うん、間違いなく iPhone は最速で充電できてます。それではですね、このまま1時間後にですねもう一度計測してみましょう。はい、というわけで1時間半が経過しました。 iPhone11 はどれだけ充電されてるでしょうか。はい、1時間半でですね 94%。 おお、あとちょっとですね。まあ、ここからがねちょっと時間かかるわけなんですけども、言うてる間に 95% になりましたね。で、最後はですねこのままフル充電までの時間を計測してみます。はい、というわけですね、 iPhone11 が、フル充電完了しました。時間がですね、はい、こちら1時間54分9秒、まあ、2時間弱でねフル充電することができました。まあ、今のね iPhone のバッテリーサイズ考えたらまあこんなもんですかね。まあ、2時間切る速度なので非常に速いと思います。しっかり急速充電できてますね。まあ、小さくてもねパワフルということで、一体どれぐらいのね最高出力で充電できるのかちょっと試してみましょう。ただ MacBook Pro をねちょっとこれで充電してみたいと思います。よいしょ。まあ、MacBook Pro 16インチをね最速で充電するにはまあ 100W 近く必要ということで、まあさすがにねこれじゃあ最速充電はできないんですけども、一応ね 45W の出力で、充電が可能ということですね。まあ、こちらがですね MacBook Pro 充電した時の出力なんですけども、だいたい 20V 近く、そして 2.2A ということで、まあ 40W 以上でね充電はできてますね。一応ね公式だと最大出力が 20V の 2.25A なので、まあそれで 45W っていう感じですね。まあ、公式にかなり近いね数値が出てると思います。こちらのね iPad Pro 12.9 インチもちょっと充電してみました。はい、だいたい出力がですね 14V の 2.4A、 2.5A ぐらいで充電できてますので、数値的にはですね 30W 超えてますね。まあ、iPad Pro はね、最速で充電すると、まあ、30W ぐらいのね出力になるんですけども、十分対応した数値になってますね。まあ、タブレットではね最大級のこちら iPad Pro 12.9 インチもバッチリですね最速で充電できちゃいます。素晴らしい。そしてこれだけ薄いのでね、ガジェットポーチなんかにもスッと収めることができます。こういう深型のポケットじゃなくても、こういったちっちゃなねポケットにもスッとね入れ込むことができるので、まあ、旅先でタブレットとか iPhone よく使う方だとか、まあ、軽量でね USB-C 対応のパソコンぐらいだったら全然充電できるね出力を誇ってますので、まあ、ノマドワーク的な外で仕事する人なんかにはバッチリのアイテムですね。これだけ薄くてパワフル、そして持ち運びもしやすい、こういった複数ポートのね充電器の一つの完成形じゃないでしょうか。はい、というわけでですね、アンカーのパワーポートアトム3スリム、使ってまいりましたが、非常にコンパクトでパワフルということで、ガジェット好きにはねたまらないアイテムとなっております。まあ、iPhone から iPad、 そしてね、まあ、軽量のパソコンぐらいだったら十分ね充電できるパワフルな仕様となってます。まあ、何よりねこういったポーチにさっとしまえるねサイズ感が非常にいいですね。まあ、僕はね主に家で使うように買ったんですけども、まあ、案外ね外で使用する方が、このサイズ感をね十分に活かせるんじゃないかなと思います。やっぱりねこういうごついのだとなかなか
なかね外に持ち運ぼうっていう気しませんからね。まあごついのもね一応ポーチには入るんですけどね、入るんですけどもかなり厚みがあるのでいろいろ詰めるとねパツンパツンになっちゃうので倍くらいね薄いですからね。まあ高出力でコンパクトなね充電器探してる方には非常におすすめです。まあ iPhone とかね iPad には最強のアイテムですね。また概要欄に購入ページ貼ってますので気になる方は一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。